ダービクは、シリア北西部のアレッポ県北西部のアザズ、群東端のアクタリン地区の村。アレッポの北東約4 0トルに位置し、トルコとの国境が約1 0トル北に迫る。南西にマレ村、北西にサウラン村、南東にアクタリン村がある。2004年の人口は3364人だった。イスラム終末論では、ダービクを防衛するムスリムに対して、 キリスト教徒が侵略戦争を起こし、ムスリムの勝利によって終わりの時が始まるとされている。アイソルはダービクで西側のキリスト教国家と戦争が起きると信じており、電子機関士のダービクはこの村から名前を取っている。1576年、オスマン帝国がマムルーク朝を破るマルジュダービクの戦いの戦場になった。2014年8月、アイソルが ダービックを占領し、スライマー・アン・イブン・アブドゥル・マーリクの神殿を破壊した。2016年10月16日、トルコが援助する自由シリア軍がアイソルから、ダービックを奪った。ハディースの中のイスラム終末論によると、ダビークは、ムスリム・マラヒムの部隊である。これは、キリスト教の目視やハルマゲドンに相当する。ムハンマドの従者である、アブ・フライラーはハディースに次のように記録した。 週末は、ローマ人がアミクダニか、ダービックに進行する時に始まる。ローマ人を撃退するために、マディーナから、地上最強の戦士たちが到着する。学者によると、ローマ人は、キリスト教徒を表す。キリスト教徒との戦争に、ムスリムは勝利し、アンラーフ・アクバルと唱えながら平和的に、コンスタンティノープルを征服する。最後に、イーサーの最高輪によって、 キリスト教の反キリストにあたるマシフアルダッジャルが打倒される。ありがとうございます。